こんばんは。ということで、本日舞台「幽玄同士キョンシーズ ザ・ステージ」2公演目終了しました。あと2回早いねもうあと2回だってよ。早い早い。もう終わっちゃう楽しかったって。そう、今日はねすごい楽しくできました。そう、やっぱり昨日はねどうしてもこうね、久しぶりに現場に行ったっていうのもあったし、こうね、あんまり参加できてなかったっていうのもあったから、もう昨日はほんまにド緊張しまくり、もうドドド緊張やってんけど、今日は昨日ちゃんと本番で通せたので本番で通せたっていう言い方もあれかもしれへんだけど、本番できたので今日はすごく落ち着いて楽しくできました。お、ママがいる。そう、楽しかった。アドリブ今日はたくさん入れました。踊ってたねって。そう、踊っちゃった、ルーマールーマーやっちゃった。奈良木さんも踊ってくれてた。できた。ちょっと今日はね、この後ちょっと提出物今日までのやつあるから、ちょっとね早めに終わるね。15分経ったら終わるわ。てんてんがあって、そう、てんてん、大西てんてん踊ったよ、ルーマ。振り付け教えてあげたのって。うんうん、ほんまにアドリブなのよ。何も打ち合わせもしてないしほんまに舞台上ではアドリブばっかりなので、この舞台は、今やってる舞台は。そう、キレッキレに踊ってらっしゃったね、なだぎおじいちゃん。その後のさ、デブ所長もさ踊りながら出てきた時もいや、めっちゃ笑っちゃった。大西やばい、めっちゃ笑っちゃった。所長めっちゃ見てきたね。そう、所長がめっちゃ見てきた。いや、なんかさ、すごいさ、デブ所長って方がいらっしゃんねんけど、そう、デブ所長さん、あのお顔がすごい、あのキュルルンってして可愛いのよなんかお人形さんみたいな顔で見られたから笑っちゃったそう、走って面白かった
笑いが多い舞台なんですねって。うん、なんか今まで出た舞台の中で一番笑えるところが多い舞台かもしれない。笑えるところが多いっていうか、まあ、ほとんどアドリブだからあれなんですけどそうでも過去の中で一番笑える舞台かなって思う。そうやから、なんか舞台って感じがしないのよ、いい意味で。そう、楽しいです。明日は何しようかな。明日はお昼です。アクシデントすら楽しんでそうって。そう、今日にしねアクシデントあったよ。おっと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 、倒れちゃったそう、今日見てくださってた方はちょっと覚えてるかもしれない。普通に大西、おーちょっとちょっとちょっとって楽し、あの倒れてっちゃってびっくりしちゃったユン兄弟がめっちゃ抱きついてきてたねって。そう、嬉しかった。大丈夫だったって。そう、あの雪崩みたいにこうちょ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 ってそうゆっくり倒れていたの、うん、そうもしまた開きすぎてなかったかなその時なんかすごい体勢になってた気すんねんけど大丈夫やったかなゆっくり盛大に雪崩かのように倒れてったマジでもうほんまに面白かった今日、うん、もう急にあら、明日人生初めて舞台来ますよって。お、人生初めて人生初めてか、大丈夫かな人生初めてか でもいっぱい笑ってください。よかったらもうぜひぜひ。すごい、人生初めての舞台がこれって面白いな。なんかぜひ頑張って可愛くしてるので、見に来て。明日は盛大にこう可愛い私を見に来てください私というかてんてんを。当日券もあるのね。あ、もう絶賛毎日当日券発売しておるのでよかったらぜひ劇場へお越しください。お待ちしております10分経過しましたって。早いね、15分って早いね。最近長くすること多かったからかな。今日買ったのこれ、新しくでんヤクルト、もう昨日のでなくなったのよ。いつかももちゃんの舞台見に行きたいなって、そう思ってくれてるのが嬉しい。いただきます。
なんかね、それこそちょっと前も話したことある。やっぱりこうアイドルのファンの方はもちろん、それはね、もちろんアイドルが好きだからこう劇場公演とか、それこそテレビとかお話し会とかは、それはもちろんこうね、見てくれたりとか、来てくれたりとか、 SNS を見てくれたりとかで、そう応援してくれることとかが多いねんけど、でもこうやっぱアイドルが舞台をするってなると、もちろんアイドルファンの方はアイドルをしてる大西が好きだから、もちろんこう舞台にまでこう足を、普段見に行く習慣とかなかったらさ、一回行くのにすごい勇気、またこうコンサートに行く勇気とすごい思うの。大西ですらこう舞台とか行く、そう、うん、だからそうなのよ、そう、別に舞台はってこう でアイドルの大西からこう入って、それでもなおこう舞台を見に行きたいと思ってくださったりとか、実際にこう舞台に来てくださったり、そう思ってくれるのが嬉しい。舞台行ってみたいなって、そう、うん、ってどっち、うん、方々もすごい多いし、大西のねファンの方もそう来てくださってるけど、本当に大西のファンの方、来てくださってる方がすごく多くて、あの支えていただいてるんですけど、そう、もっともっとたくさんの方に来ていただきたいなっていう風に。2月はアイドルのももちゃん見るから、2月は舞台のももちゃん、他の推しメンとかを舞台見に来て、あのね、あるんですよ、そうそう、いいなって思います。人間になれるように頑張りたい、会えるように頑張る、お兄さん、嬉しい、本当なんですけど、うん、ね、でも可愛い感じの西を見たい方はぜひ今のこの舞台すごくおすすめします一生懸命可愛らしくやっとります。舞台はね、本当に役でいろいろ変わるので、それこそね、あの今の有言同士の一個前の舞台は
それこそ私二役やってたんですけど、今と全然違うのよ。そう、いかつかったのよ。監獄の中にいたし、私旦那死ぬし、なんなら不倫してるしそう役柄でね。そう、どっちの自分も死ぬし身ごもるしって、そう、お腹に赤ちゃんいたのようにし、そう役でね、これあのそこだけ切ると元旦那もいて、でもこの二人は兄弟でみたいな。挙句の果てに旦那死ぬし、死ぬし、だったりとかね、夏にやったやつとか本当に立てばっかり、そう、初めてのミュージカルとかは。もいっぱいしたし、なアイドルだけではこう見せれない、なんか自分の名前としてはさ、やってないけどさ、役名とかがあるから、そうね、いろんな自分を見てもらえ、だからどっちもアイドルも舞台での大西も面白いとかいいなって思ってもらえるように頑張りたいと思います。とりあえず15分経っちゃったので、ちょっとね、提出物今からやっていきたいと思います。だから読んでいきたいと思います。いきますよ。2位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。明日は配信で見ますさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がその名はエスポワール希望の船さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がゆうなみねぎすけさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がタカタカさん、ありがとう。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして君や、はい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 、なあ、10位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。イエイ。そして12位がカッキーアットマーク大西ぐ、イエイ。そしてラスト13位がおやちゃん、そうか、生誕祭のグッズは明日まで買えるのね、よければので、気になる方とか言ってくださったら、よかったらぜひ、ワニという名の恐竜を着た大西のきょうはこの辺で終わりたいと思いますはい、いきなりですが明日はお昼公演頑張りたいと思います。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。